ヨハネによる福音書18章章節節から19章の7節までですピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきて言った私はあの男に何の罪も見出せないところで杉越祭には誰か一人をあなたたちに釈放するのが関連になっているあのユダヤ人の王を釈放してほしいかすると彼らはその男ではない。 バラバをと大声で言い返したババラバは強盗であったそこでピラトはイエスを捕らえ鞭で撃たせた兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ紫の服をまとわせそばにやってきてはユダヤ人の万歳と言って平手で撃ったピラトはまた出てきていった「見よあの男をあなたたちのところへ引き出そう」。 そうすれば私が彼に何の罪も見いだせないわけがわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶり紫の服をつけて出てこられた。ピラトは「見よ、この男だ」と言った。最首長たちや下役たちはイエスを見ると十字架につけろ「十字架につけろ十字架につけろ」と叫んだ。ピラトは言った「あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に」。 罪を見い出せないユダヤ人たちは答えた私たちには律法があります立法によればこの男は死罪にあたります神のこと自称したからですそれではこのところからお話をしていきますがまずはご挨拶をしましょうおはようございます,います3月を迎えました、えー、まあでもお祈りもしましたし 今私たちの頭の中世界中が新コロナウイルスの影響を受けていると言えますね特にもちろん中国そして韓国もすごく多くなって大変ですね日本も、えー、もう小学校休みましょう全国の小学校にそんな呼びかけがあるので他のことも全部が影響を大きく受けています。で まあ、ハワイにももう,影響が出ているようですねあの先週私たちは水曜私はですねそ木曜日はコスコにいつもの定期買い物に行くんですが行ったんですがその前の日の水曜日に実はあ,のあまり意識しないですぐここのターゲットに、えー、ちょっと小さいものを買わなければ私のものなんですが買うために行って。 でついでにそういえばあのはん手を洗ったりするものとか何、えー、かあったらばあの消毒のものとかねそういうものがあったらいいなと思って、えー、見ましたらばもう棚には「あまりないんですねへえんだろうね」えー、木曜日、えー、コスコにお買い物行った時まだそんなあの何のニュースも知らなかったので。 えー、特にハワイで何か影響はないいつものように行ったつもりがもう朝駐車場はすごいいっぱいですねパニックのようにそれこそずっと並んでなかなか空いてるところを探せないそしてそう前の車はあのがぶつかってごっつんしてたりするんですね、まあ、大きなことではないでもそんな感じでなかなか駐車場をもうあらどうしたんだろうそして。 え買い物をしてカートの中にはる皆さんの見るとまだ入る前ですがカートに全てバスティッシュえトイレットペーパーがこういくつものせて出てくるんですねあれあれんだろうどうしたんだろうまあ分からずにまだ分かんないであの買い物に行ってでいつものように私たちもトイレットペーパーを買おうかと思ったらばもうそこは空っぽ状態でもう次から次と。 あの在庫からこう出してきてきそしてそこには人がもう出てくる並べる前にみんな取ってあの掴んでえ分からずに私たちも「1個じゃダメだめだ」 何をやってんだか自分であの時は本当に私たちも分かってないんだけれども後でどういうことかが分かりましたけれどもまあ2週間の備蓄のためにトイレットペーパーだけじゃなくていろんなものがもうだいぶ空っぽになっていてあーびっくりしましたけれどもまあどうしてもあの不安とかどうなるか分からないことへの恐怖があったりそしていろんなニュースが入って情報がこう入り乱れていますから。 そしてもうすでに教会の日本の教会の礼拝は影響が韓国も出てますかねどうでしょうかね韓国の教会はやっぱりねみんな集まれたくさん集まるところは学校があの閉鎖って言いますかクローズするのと同じように教会もそういうことならば教会も礼拝はそれぞれの家でしてくださいっていうふうに集まることを今 このとりあえず学校が今休みますという2週間は教会もえ今週と来週はまずはお休みしますから各自それぞれのところまあそれで大きな教会ですと特にそういう人が集まることを気にしますのでそしてまああの今ですから大きな教会はオンライン礼拝をそれこそすぐにするようにストリーミングでできるところはできるんですが。 まあでもどこの教会もできるかっていうと多分そうできないのとえまあ私も自分でやってみて分かるんだけれどもトライアンドエラーでねいろいろやりながら今やっとこうやってこうできるようになったかなとも思いますしそしてすごく今まだ私たちは限定公開です全部オープンしてないですがでも確かにこう見てくださる方とあのつながりながら今この礼拝を。 捧げていますですので、まあ、あの映像を通して YouTube を通して見る方も一緒にこう捧げている礼拝というまあこれ突然はできないことだなって自分の実感の中であのとてもありますいろいろな形でもうそれこそ3年かけてトライアンドエラーしながらそして、まあ、お金をいっぱい使ったらできるかもしれません高いものを機材を買ってこう並べてでもここはそのためのことでもない。 ででもできるそしてあまりここにカメラが並ぶんじゃなくてあのだんだんとすっきりしたでしょ <laughs> あの照明は一本立ってますけれどもでもあの今ある意味こうシンプルにでもあのクオリティを落とさずにできるようにっていう中で賛美の部分もちゃんといい音で皆さんの声も演奏も入ってまあシェアできる。えー ああよくできてきたなって自分でも感心してるんですがまあこれをまたオープンできるのが今私たちの使命だと思います突然できなくなったからオンラインそんなことできなくてある意味私たちそれをここであの実験をしながらもあの作ってきたんだなと思いますのでまあリビングからハワイから発信できることをあの特に今今年はやりたいなと思います。それのちょうど 先駆けではないんですが、えー、日本でも今多分こういうこともあるじゃあ教会は特に教会のことですけれどもね、礼拝ってどうしたらいいんだろうかってすごく考えていますあの一番は一緒に集まって礼拝しますでもインケースそれができないことが今大いにありえる病気の時もあるしでもそれがやっぱり病気でも家で 一緒にできるっていうのは私たちがもう体験してきていることでそれを今多分日本の教会はこの状態なのでそしてこの2週間だけでは済まないんじゃないでしょうかね今の状況だとですからまあこのようなことも含めてこのような時にまあ与えられる今日のメッセージっていうのは直接その話ではないんです。でも今だからここそ聞くべきこと 必ず礼拝の時ってそういうメッセージが私たちに与えられます。で、まあの三月、そして4月の受難週、このイースターを前にした今アドベントです。えー、その時にふさわしいまさにあのちょうどねヨハネのこの受難ストーリーというか受難曲って言っていいですね。あのまた受難曲とかありますけれどもねヨハネ受難曲。 ヨハネはこの受難をどういうふうに描いているかっていう中で私たちは見ていきたいと思います。で今日は特にこの18章の最後の部分とですけれどもねあの3月4月でこの18章の最後から192021ってずっと追うことがちょうどできますのであのやっぱり導きがあります。そして今日はここにタイトルがあります見よ この人だ新巨大学ではこの男だって書いてありますけど男っていうかこの人この人のことを見てみなさいっていうまあこれあの言葉これをタイトルにしました十八章はねヨハネのまあ受難のストーリーが始まったところでしたもうやりましたねゲッセマネでイエス様が捕らえられましたそして捕らえられたイエス様が 大祭司ののアンナスのところに連れれてて行かれてそしてそこだけじゃなくてまた次に大祭司カイアファカヤパのところにこうたらい回しですねでもそれはまだユダヤ側っていいますかねそこでこう尋問を受けるようにしてでたらい回しにされて明け方に総督のポンテオ・ピラト今日の言葉を語った。 見よこの人だって言ったピラトですけれども、ポンテオピラトの家官邸に連れて行かれます。で、ピラトっていうのはまあ特徴的な人物ですし、このヨハネ書では特にこのストーリーの中でもすごく細かく書いていますね。あの今日の箇所の前ですけれども、33節のところではピラトはね、お前がユダヤ人の王なのか、イエス様にこう質問をして そしていろいろ聞くんだけれどもじゃあ37節ではそれではやはり王なのかってまあある意味イエス様のその姿言葉を通してキリストのこう威厳に打たれていくっていうか彼なりにこうやっぱり分かったっていうかね花、まあ、からこう相手にしなかったりっていうんじゃなくてとにかく聞いてるんですね。そししてユダヤ人との間行ったり来たりり来ながら あの板挟みになるような感じだしでも立場上んつうんでしょうか死刑判決を迫られているけれどもそれはしたくないあのそんなこう状況の中まあだからでしょうね38節「私はあの男に何の罪も見いだせない」と言いますねそして39節「ところで杉越祭りには誰か一人をあなたたちに 釈放するのが関連になっているあのユダヤ人のを釈放してほしいか、まあ恩赦って言いますね。あの特別に許すのはあの男なのかい？ユダヤ人に聞くとユダヤ人たちはその男ではない。40節ですね。バラバをなんかバラバ,バラバラじゃなくてバラバ。えー、面白い名前ですが。 でも,あのもうあの以前から <laughs> 教会に行ったことがありますとあのバラバっていうとああミッションバラバ、えー、知ってる方は知ってるんですがあの元ヤクザ、日本の元ヤクザの人たちが救われてクリスチャンになった人たちがあのミッション宣教のグループを組んだんですね。で日本中をねあの入れ墨を見せながら十字架を担いで行進したり不思議なことをやって。 いたんですまあでもそれも戦況でいろいろなテレビに出たりもしまして、まあ、ストレートにイエス様のことを伝えて映画にもなりましたでまああのミッションバラバというのは元ヤクザででもイエス様に罪許されたちょうどこのバラバをあを名前をいただいて、まあ、バラバとつけているんですけれどもね、えー、まあ今も多分 あのそれぞれが結構牧師になって選挙師になってあの活動してもう多分バラバラという形ではあまりやってないと思いますけれどもねバラバラじゃなくてそれぞれにですね分かれてミッションを続けてると思いますがまあそれはいいですね。でこのユダヤ人たちがその男ではないバラバをって言ったそのユダヤ人っていうのはもちろん祭司長とか下役っていう。 まあ宗教的なリーダーたちであると同時にもちろん太刀ですから群衆も含まれていたでしょうねで中にはイエス様に癒された者も,もいたかもしれないお話聞いた者も,もいっぱいいると思いますし悪霊を追い出してもらった者がいたかもしれない目をこう開かれた者も,もいたかもしれないしあの時はそうやって主の恵みを受けたっていうか力を 信じたんだけどでももうあのその後はどうなっていったかっていうとユダヤ人たちの大衆の中に入るともうそれに左右されていって必要な時にはイエス様を追いかけて癒されても人は悲しいかなちょっと過ぎるとその男じゃないバラバラ、えーえー、まあ恩赦をバラバに と言って何よりもその後には十字架につけろ十字架につけろということが言えちゃうえまあこれも私たちも含めた人間の姿でまあ今のような時ちょっと分かるような気がしますであのニューコロナウイルスいろんな情報が来るとそれに翻弄されています。 で私たちも情報にもうすぐに踊らされてそして不安がこう来ます不安だけを捉えてまたそうすると確かな目っていうか今まであんなに受けた恵みすらも忘れて置いていってしまうようなこう確かな目を失ってそしてもっとひどくなるとねもう誰かに責任を押し付けたくなるんですね。だから今 あのどこの国でもそうかもしれない政府が悪いとかねそれはあの対応が悪かったかもしれないけれどもでももうやるだけのことやっても間に合わないのも事実だしでも自分じゃなくて誰かが悪いって必ず私たちはそうしたい傾向がありますね、まあ、ですからね何かもう他人事でないですね。ここでそのの男じゃないバラバラを十字架につけろって言ってて言るのも 決して私と関係ないという話ではないと思います。でまあそう言いながら私もトイレットペーパーを買いだめしたわけですのでえらいこと言えないんですがあの、まあ、やろうと思ってやったわけじゃない。でもねやっぱりはその不安も分かるんです。で、まあ、私自身は、まあ、いろんな意味でこう絶対なくてはならないもの、まあ、実はトイレットペーパーもそうなんです。普通よりももどうしても あのいつもないと困ります生活上困るんですそしてメインテナンスのための人工肛門のメインテナンスのものも手に入らなくなったらすごく困るんですねだから日本のあの震災の時のあの様子を見,見た時もそうなんだけどあの人工透析の方もそうでした困るんですねで、人工肛門のことは言ってませんでしたけれども多分たくさんの人たちがそれをしている中で避難所行ったら多分撤去はできないし物がない いろんなことを思うと私自身もだからすごい神経質でいつも備蓄をしてないと安心できないからでもそんなにいつもいつもないからちょうど今日本に行く前なので実はいろんなものが少なくなって日本行ったら買いましょうでも日本で今実は品薄すべてが品薄になって手に入らない不足は困るしだからまた私たちは不安定になるなんだか堂々巡りしちゃいますけれどもね まあのちょっと戻しましょうピラトはっていうと、まあ、ピラトはあの職務に忠実だったんだろうなと思いますねでユダヤ人とイエス様の間行ったり来たりしてでしかしイエス様に罪を認めることはできないのにユダヤ人はイエス様の恩赦を受け入れない打つ手がない彼の中でやろうできることはしたいんだけれども あの罪ない人を十字架につけるなんてしたくないんだけれどもっていうところがあるんでしょうかね。19章の一節のところでそこでピラートはそこでピラートはイエスをらえ無知で打たせたちょっとよく分かりづらいんだけどもねなんであの打つ手がなくて困ってたのにこれあの2つありえると思うんですね。あのもううししょうがないから、えー、そして え2節では兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ紫の服を着せてまあ無知で打たせた命令したからね兵士たちはもう命令受けたらよく分かんないけれどもやるわけですそしてさらにやるわけですねいばらの冠を命令されたのかどうか分かりません紫の服着せてやれって言われたのかでもユダヤ人の王と言ってる彼だからその罪状は伝えられているっていうかね ユダヤ人たちでそばにやってきてはユダヤ人の万歳平手で撃ったバ馬鹿にしているわけですねでまあそれも随分と詳細に記されていますけれどももちろんピラトの命令からこれ兵士たちはしたことですけれどもピラトは罪人だったから鞭打ったのかというとそうではないんですね。 何のためにむち打ったかといえばユダヤ人たたちに見せるためなんですでそれはこんな惨めな姿,なの姿はこれはユダヤ人の王って言ってるものなのかいと言いたかったのかどうかまたはこの罪なきユダヤ人の王イエス・キリストは鞭打たれて惨めな姿でもでも見てみなさいよ。 見せかけの王でない王を表す姿がそこにあったのではないだろうかそんなふうにも思えるんですねですから4節見よう」「あの男をあなたたちのところへ引き出そう」「そうすれば私が彼に何の罪も見いだせないわけが分かるだろう」まあ両方に受け取れるんだけれども私はねピラトはある意味もう行ったり来たりしながら。 あのイエス・スキリストを見てるんですねでも自分ではもうどうにもなんないからだからちょっと惨めな姿ですがでもそれをユダヤ人に見せながらその姿ではないイエス・キリストの本質を見なさいよという解釈もできるかなと思うんですね、まあ、これが正解かどうかは分かりませんけれどもでもはっきりとピラトは「見ようこの男だ」。 見よこのの人だと言ったのは間違いないですね、えー。でもそこにいるユダヤ人には見えない見えてるけどその言いたいこともわからないしそのイエス様の中身も見えてこないまあ先入観人はね先入観とか自分の立場とか利害があるとそれしか見ることができないで本当のことっていうのが見えない本当の王が見えてこない。 もう彼らはその見なさいよって言われたその後でも6説十字架につけろ十字架につけろイエス様を見たらその言葉しか出てこないんですねであの今もそうなんですけれどもニュースとかインターネットネットでいろいろな情報を聞いてそして表面的な情報で私たちは右往左往してしまいますし特に今インターネットでは炎上っていう 言葉があるんですねあ,のあまりにもみんながそこにこう反応しすぎてねまたは公開処刑なんて嫌な言い方もありますねもうみんなで寄ってたかってインターネット上でその人を貶としめてまるでなんか十字架につけろ十字架につけろっていうシュ,シュプレヒコールみたいでそんな悪いこと言ってるつもりもないからさらに怖いんです。インターネットでで誰もも言ってる人の顔も見えなないしそんな中で言って 思てるるような言葉にも思えるですからまあこのユダヤ人たちの言葉っていうのは決して昔のあの時だけのお話ではなくて今も私たちにはそういう性質がある。ピラトはユダヤを任されられているローマの総督でも最終的には大きな流れに逆らうことができず最終的にはイエス・キリストを16節 えー、今日プリントしてないところですけどもね十字架につけるために彼らに引き渡すもういわゆる十字架を許すことになってしまうですからあのポンテオ・ピラトのもとに十字架につけられ死にて葬られあの首信条の言葉もうピラトはあれは結局はもう不名誉な名前になっちゃったわけですね。イエススキリトトを十字架にかけたのはピラトだ でもかかけたたくなかった、まあ、流されちゃったっていうのもなんか人の悲しさというかピラトのまた悲しさだし私たちもそうなんですねで。でもピラトはその中で自分がどれほど分かったかどうかは分かりません。でも見よこの男見よよここのの男人だっていうのは確かに彼は言ったんですね。でヨハネはやはりこの言葉を拾っています。この言葉を伝えたい イエス・キリストを見た時にあの無打たれたイエス・キリストだけでもでも見ようこの人を見ようこの人なんだよっていうことをこの人って何かって言えば罪なく十字架にかかって私たちを許してくださるイエス・キリスト一章のヨハネによる福音書の一章の29節あの以前にもお話をしましたけどねバプテスマのヨハネがやはりイエス様を 見た時に、ね、弟子たちに「見よう世の罪を取り除く神の子羊だ」まだイエス様がこう活動する前でもイエス様がヨハネからバプテスマを受けるというあの時ですねその時にすでにイエス様を認めて「見よう世の罪を取り除く神の子羊だ」ヨハネも一番言いたいのは「世の罪を取り除く」 そうイエス・スキリストを見なさいだから私たちも今どんな状態の中でもちょっとコロナでパニックのような私たちの心のいや生活の中で心が騒いだり落ち着かなくてどうしていいか分かんないっていう時に私たちに聞こえるのは「見よこの人だイエスキリストを見る」って見るべきはこの人イエスなんですね。でこ,のこの人イエスは ピラトはもう何の罪も見出せないって言っています。これ3回も繰り返すんです。38節4節6節何の罪も見出せないって繰り返します。そうなんですね。イエスキリストは何の罪もない？でも、それに対して私たち人間はって言うと、もう先入観を持って怒りとか敵に満ちています。 ここでもユダヤ人たちはその敵に見せて十字架につけろを殺せと叫びますなぜこの人をしっかりと見ることができないのか罪なき人に罪を作ることができるのかピラトはだからこそ見ようこの人をイエス様を指し示しています、えー、私たちも何を見るかこう私たちが何を見るのかどんなふうに見るのかいやもちろん いろいいろろな見方が10人ですいろんな見方ができますそしてまたある事柄を見る時もそうだけれども人と人ととが見合います相手を見る時どんなふうに見るもう全然違うんですねで、まあ、あの適切かどうかは知りませんけれども夫婦はこう愛し合って理解したからこそ結婚をしました。 でもその関係の中でね悪意なんかなかったはずです善意のはずですでも伝わらないでそして誤解されていってしまうようななんと見てないのかっていうかまあそれは相手だけのことではなくて自分もそうですねこれ親子の関係でも多分同じですね。 友人の関係でも友達との友達全ての人と人の関係でその人を見ずに自分の都合で見ているあの人と人が違いがあってギャップがあるっていうのは当たり前なのに自分の都合で理解して判断をして結局はね罪なき人を十字架につけてしまう私たちなんですね。 その私たちに今日のメッセージです。見よこの人だ。イエス様が示されます。ですから見るのは私たちが見るのはイエスキリストです、えー。十字架につけろ十字架につけろって叫んだユダヤ人たちのまあ、主張っていうのはね。 最後の7節ですねユダヤ人たちは答えた「私たちには立法があります」「立法によればこの男は死罪にあたります神のことを自称したからです」「立法によれば立法によれば」一生懸命正当化をしていますけどもね「あのマニュアル通り」っていう今言葉があるんですがもうとにかくこれならこうしてこうしてこうしてっていうようなまあ,あのでもそれに感情がまた混ざっていますから悪意があって。 に妬みがあったり怒りがあったりで理屈としては立法によってマニュアル通りだから死罪だ十字架につけろという根拠そしてイエスの罪状を神の子と自称した言ったぞまあイエス様は神の子を自称したのではなくて神から来られた神の御子なんですね。でもピラトはそれが まあ十分に分にかかかかったのかどうかは分かりませんでもイエスを釈放しようというふうに努めますこれは今日プリントしてないとこなんですが12節です何としてもやっぱりペラトはあの十字架につけたくなかった釈放したかったあの立法とかマニュアルっていうのはもちろん必要なんですね。そしてでも 人を見ることを忘れて判断する。そうすると裁きがあります。そして、だからこそ私たちは見よこの人だ。それが必要。救い主イエスを見る。人を見る。相手を見る。まあ、結局ここでは、明け方からイエス様と一緒にいたピラトなんですが、もう正午頃に、 これ裁判の席でユダヤ人たちにプリントにありませんが14節では「見よあなたたちの王だまた見なさい」って言いますねそしてそう聞いてもユダヤ人たちは「殺せ殺せ十字架につけろ」って叫んで結局はピラトに十字架を受け入れさせますイエスを十字架に向かわせますまああの今日このストーリー見てきましたけれども 中心になるのはこの身をこの人だというピラトの言葉でしたピラトにはどれほど分かって言ったのか分かりませんでも分からなくても私たちはこの言葉を今日メッセージとして受け取りますイエス様を私たちに指し示している言葉ですそして私たちが見るべきものを見るべきことを目の前に見えるんだけどもさらにそのことの本質を見ることを指し示しています ここんな時だからこそさらそさに私たちはそれをすすべきですたとえ私たちが間違った判断や愚かな判断をするようなものであっても神は私たちの救いのために十字架を用意されました。ユダヤ人がどんなに寄ってたかって叫んで十字架につけろ十字架につけろ十字架についたその十字架が私たちの救いの根拠救いです。 イエス様は十字架に向かいます。私の救いのために私たちは何を見ますか私たちはイエスを見ますこの人だこの男だ十字架を仰ぎます祈りましょう